こんにちは、取材班高茶です。ここ車通るかな。かなり標高高いところまで上がってきてるんですけど、かなり雲行きが怪しいな。もうすぐ雨が降ってくるかもしれない。早く行こう。ここですね。こんなところ通れるのか。ここですね、現場。これ行けるかな。階段はね、そんなに多少錆びついてるけど壊れることはないと思う。よいしょ。ちょっとした山小屋のような廃墟か。おお、なるほど。ああ、でも人来てるんだな。本当山の中にポツンと取り残された一軒の廃墟ですね。ここね、渓谷になっていて、下に川が流れてるんで、そこに通じる階段でしょうか、これは。ここから下に降りれるようになっているような感じか。あ、岩もね、大きいです。上流から大きな岩がゴロゴロ流れてきてるんかな。って言ってもあれか、入れないか。せっかくここまで来たけど、外観だけだね。何の施設だったんだろうな、これ。山小屋？ちょっとした、ちょっとした山小屋かな。なんだこれ。あ、引き出しになってるかと思ったら違った。なんでしょう。もうトタンで、窓がバリケードされちゃってますね。残念。探索できるかなと思ってここまで来たんですけど、できないみたいです。ちなみに下はすごいな。岩が、巨大な岩がゴロゴロ転がってる。降りてみようか、下。せっかくなんで。ここもきっちりガードされちゃってるね。相当放置されて長い年月経ってそうな廃墟だな。降りてみます。お、この階段大丈夫か？ちょっと不安。涼みに来るのはいいかもしれない場所です。ここもうちょっと下流に行ったところに、いろんなね、キャンプ場とかね、施設があるんですけど、うわー、落ちたら大変だな。洞穴のようになってる。なるほど。ちょっと雨降ったら下が濡れてて危なそうですけど、今日は大丈夫。これ、うわ、これ岩乗っかってるんだ、上に。上から落ちてきてここに乗っかっちゃってるのかな、巨大な岩が。こっちもさ、この建造物もさ、岩の上に立ってるんですよね、よく見ると。民宿だったのかな。ちょっとした、巨大な岩の上に建造物建てちゃってるけど、今の基準法だと建てれるんかな、ああいう建築物って。どうなんでしょう。いや、廃墟探索のつもりがなんか普通の自然探索になっちゃってる。まあいいか。ああ、こうなってるんだ。
なるほど、このね上流に滝もあるみたいなんで、後で行ってみようかな。水きれいだね、すごい透き通ってるな。今日はねちょっとこの新しいねマイクを試しにここまで来たっていうのもあるんですよね。マイクの仕様をちょっと確認したくて、動画の出来栄え、音の出来栄えどんな感じになるかどうかっていうのをねちょっと確認したかったんで、ちょうどいいかな。こう自然の音はどういう風に取れるんだろうっていうのはちょっと気になってたんで、自分の声と一緒にね。あそこ滝になってる、少しちょっとした滝が、まあ落差1メートルぐらいか、滝っていうほどのものでもない。こんな場所があったんだ、知らなかった。割と近場のスポットですけど、こんな場所があったんだね。人いないな。まあ、2年ぐらい前に付地峡っていう秘境も探索したことがあるけど、まあ、こういうところに似たような場所あったな、そういえば。はあ、なんかもう一個建物あるな。あっちはなんだ。ちなみに下から見るとこういう感じ。いやー本当、何の施設だったのか。完全にポツンと一軒家。あれ、ここね、もうちょっと下に行けばもう一軒建物が見えるんだけど、怖いな。ここからさらに下行く、この岩場通ってちょっと怖いか。向こうから行くか。あれも廃墟だな、きっと。どうやって行くんだろう、謎の廃墟 B。まあしかし締め切られてるね、あそこも。まあ下やっぱり岩なのかな、巨大な岩の上に建築されてるような、そういう雰囲気もあるね。はい、声の音質とかね、自然の川の音の音質とかどうでした。まあそれを確かめに来たんだけど、まあこれでね良ければ今後もこのマイクをずっと使っていこうかなと思うんで、はい、まあ多分大丈夫だろう。なるほどね、できれば中見たかったな、この建物、廃墟の中をね見たかったですけど、まあしょうがない。じゃあ今日はこの辺で終わりということで、何の面白みもない動画でしたけど、この辺で終わろう。よいしょ。これウリチ、これウリチなんだ。ここの山側が売り地なのかな。キングショージ聞いたことない。ということで、ちょっとあの廃墟、もう一軒の廃墟の方を歩いて行ってみるか。ああ、ここか。どうやって降りるんだ。いや、道ないぞ。あ、あるわ。
いや、道っていう道じゃないな。あ、これか。こっから行けるのか。よいしょ。ちょっと危ない危ない。暗いね。なんか急に雰囲気変わったな。いや、相当年月が経ってそうな感じ。開かないです。誰かいる。なんか一部屋見えましたね。ちょっとロッジ風のような感じがしましたね。誰かの別荘だったとか？どうなんだろう。じゃあ今回の探索はこの辺で終わりにしますか。よし、まあこんなもんかな。今回は、まあ、普通にちょっと探索して河原見て終わったっていうような感じだけど、まあいいでしょう。じゃあこの辺で今日は終わります。終わっていいのか。もうやり残しない？大丈夫？なんか表側と裏側と、なんだろ、看板の汚れが全然違うね。こっちの方がちょっと汚くなってる。もうやり残しないかな。はい、全部処理した？オッケー、処理したね。オッケーです。じゃあ今回これで終わります。取材班高津でした。また次回。危ないな。これ以上近づけない。どうしよう。ちょっと幽霊屋敷みたいだな。あれ、物は残ったまんまか。え、マジで？ちょっと気持ち悪いな。こういう生物だとしたら。なんか動いてるしね、これ。